はい、3、2、1。あ、FM ギノアンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、こちらの番組では、メンヘラじゃないリスナーさんからのメンヘラのリスナーさん以外にも、うん、メンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております、はい、メールアドレスの方、夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日第61回のメンヘラジオ収録となっております。はい、はい、先週まではね2本撮りでやってたので、はい、久しぶりになんていうの、うん、なんか収録する感じがありますけれども、うん、うん、そうだね、うん、今日はねちょっと我々朝からね北部看護学校の方に行ってきまして、うん、はい、生徒さんたちにね、うん、僕らのいわゆる精神疾患、はい、僕だったらギャンブル依存症とうつ病なんですけれど、はい、で夏実さんは乖離性障 害で、他にね、ハピワンネクスト、のメンバーとして活動している、その他友達というか仲間たちと一緒にね、はい、うん、それぞれの統合失調症のお話ですとか、うん、自閉症スペクトラムのお話ですとか、はい、はい、いろいろ生徒さんたちに、自分たちの病気の特性ですとか、はい、まあ看護師さんの卵の方たちですからね、うん、なんか一言メッセージみたいなのをちょっとお話しさせてもらって、うん、グループワークとかもしてきましたけれども、夏実さん本日はいかがでしたか？あのね、うん、その看護学校の子たちの、うん、目がねキラキラしててね、うんうんうん、すごいねなんか澄んでてね綺麗だなって思ったらカラコンでした。なんだそれ現役で働いてる人たちはもっと濁ってるっていうオチなのかなと思ったけど、いやカラコンでした。あ、カラコンだった。うん、あ、まあでも確かにね、可愛いは作れるねでもみんな可愛かったよ。みんなが可愛くないとかそういうことじゃなくて、語弊があるから、ね、語弊があったちゃんと言わせて、みんな可愛かった。もしかしたら今日、聞いてるかもしれない。聞いてるかもしれないよ。私が入ったグループ、うん、全部女の子だったんですけど、みんな可愛かったです。あ、よかったね。可愛い子大好きだからね、うん、可愛い子に囲まれて、はい、ちゃんとウハウハの4時間ぐらい、ウハウハの4時間でした、はい、たくさんお話してきましたので、はい、今日もじゃあ元気に、はい、はい、メンヘラジオやっていきたいと思います。はい、はい、皆さんよろしくお願いいたします。メンヘラトーク、はい、はい、なんか久しぶりなのかジングルだったり音楽だったりしょっちゅう繰り返しになってますけれども、なんか設定ミスってたかな、はい、ミスってたかな、あ、申し訳ございません。はい、はい、あ、ツイキャスも早速来てくれています。はい、お願いします。読んでもいいですか？うん、はい、沖縄大好きさん、こんばんは。シュタッ、お、ありがとうございます。こんばんは、沖縄大好きさん。はい。サッチーさんもこんばんみ。はい、こんばんみ。ロアさんもこんばんは。こんばんは。埼玉の郷さん、旧本に心を合わせる人、ケンタさん、なっちゃん、こんばんはって。はい、こんばんは。こんばんは。ロアさん、メールしようか悩みましたが、リアタイで聞けると思ったので、ここにメッセージします。ありがとうございます。ありがとうございます。ペーターさん、メンヘラ、G、メール、こんばんは。じいさんの G、
じいさんの字ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。で、埼玉の郷さん、王様で、あ、お、お、埼玉の郷さん、大阪で聞いたメンヘラジオは良かったよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。どうでしたか、ね、なんかね、ユニバーサルスタジオは楽しめましたか。某いいとこに行くって言ってたよね。ペーターさん、作り物だったんかい、キラキラ。あ、カラコンのことかな。ありがとうございます、皆さん、はい、ありがとうございます。はい、いや、ぜひね、本日のトークテーマにも、ツイキャスの方からバンバンお答えいただければ幸いですので、うん、ぜひご協力のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では本日のトークテーマ早速参りたいと思います。はい、本日のトークテーマが夫婦。はい、夫婦です。というのも、はい、収録日、今日がね11月20日月曜日なんですけれども、うん、この収録日の2日後がね、まあみんなね、うん、ご存知かと思うんですけれども、11月22日いい夫婦の日、うん、ということで、はい、まあ安易ですけれどもこちらのテーマとさせていただきました。なあ、俺たちもねメンヘラ夫婦で、うん、この番組やってますからね。はい、ロアさんから来てますよ。はい、早速、お二人は結婚してどのくらい経つのですかってことです。いい質問だね。うん、僕らはねちょうど今日11月20日で1年半、うん、結婚して1年半が経ちました。結婚して1年半経つの、はい、すごいね、もう1年半経っちゃった。はい、まだギリギリ新婚さんですよね。何年まで新婚さんなの？3年までじゃないの？あ、そうなの。3年過ぎたら5年までじゃないの？何がは3年過ぎたら新婚、あ、3年過ぎたら5年目までは新婚さんって言っていいってこと？うん、どういうこと？5年過ぎたら、うん、52年目まで。いやいや、もう何言ってるか分かんない。はい、まあそういうわけでいい夫婦の日とさせて、はい、夫婦が近いからということで、うん、はい、夫婦をテーマにさせていただいたんですけれども、はい、これね、してますか、はい、ご結婚されている、うん、またはこれから結婚予定の方であれば、うん、まあご夫婦の仲良しエピソードを聞かせていただければと。で、仮に未婚の方でしたら、うん、まあ自分の両親、ご両親ね、うん、あるいは身近にいるね知り合いの夫婦、うん、または道行くご夫婦を目にして、うん、いいなと感じたエピソードがあれば、うんうんうん、教えてくださいと、うん、まあ仮にいい夫婦のエピソードがねどうしても思い浮かばないよっていう方がいらっしゃったら、好きなタイプとか、いや、何で好きなタイプ。いや、結婚してないけどこんな人と結婚したいなみたいな。まあそれでもいいし、まあいい夫婦じゃなくてね、うん、悪いい夫婦でも、うん、面白い夫婦でも、うん、まあ夫婦にちなんだエピソードをくださいますと、はい、うん、助かりますと、助かりますと、はい、ではいただいているメッセージから先にご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、メンヘラネームハトさんより。ハトさん、ありがとうございます。はい、こんにちは、お二人ともお元気ですか。はい、うちのおじいちゃんとおばあちゃんのエピソードが印象深いので共有します。はい、うちのおじいちゃんとおばあちゃんは昔からよく喧嘩が絶えなかったそうです。うん、僕が生まれるよりずっと前に聞いた昔話の一つですが、なんかちょっとおかしいな、僕が生まれるよりずっと前にあった昔話の一つかな、うん、生まれる前に聞いたっていうのもなんかおかしな話だからまあ当時夫婦喧嘩がヒートアップしすぎて、おばあちゃんが思いっきり灰皿でおじいちゃんのおでこをガチンと引っ叩いて、うん、おじいちゃんのおでこから血がスーッと流れてしまったという話を聞きました。うんうん、その話を聞いた僕は、おじいちゃんとおばあちゃんが若い頃にしていた喧嘩はなかなか血生臭いなと思いました。お二人は喧嘩がヒートアップしてやらかしちゃったという出来事はありますか。そのことですが。あ、私たち、そうそうそう、私たち喧嘩しますか。いや、幸いのところね、まあ、先ほどね1年半結婚して経ちますよっていう話したんですけれど、うん、幸い喧嘩らしい喧嘩ってしてないよね。してないね、うんうんうん、喧嘩らしい喧嘩してないね。うん、なんかでもなんか夏美さん拗ねてるなみたいな。あ、なんかそういう時が多くない。まあね、健太さんが何かいろんな仕事とかやることに追われてね、なかなか夏美さんに構ってあげられないとか、 あるいは夏美さんに隠れてパチンコに行ってね一日中帰ってこないとかそういう時はね、さすがの夏美さんもちょっと
あの僕が外に出てる間プンスカプンしてると思うんですけれども。いやそれあのでもプンスカプンはしてないですよ。本当ですか、うん、そんな全然してないですよ、まあ、いずれねなんか何かしら溜まっていったものがね、うん、お互いに噴出する時は来るのでしょうか。噴出する時は来るかもしれないけれども、まあ、できるだけねやっぱ喧嘩はちょっとなんていうのかな、やっぱメンタルがに俺たちなんかちょっとなんか症状がある分さ、そうそうそう、喧嘩ってやっぱりエネルギー使うし、うん、結構なんていうのかな影響あるじゃん後々。そうそう、時間に響くっていうか、そう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 、もう心が落ち込むし、うん、それがまた体調にね直結するからね、体調の悪化に、うんうん、だからできるだけ喧嘩しないようにっていうのは個人的には心がけているんで、うん、幸いあのヒートアップしてやらかしちゃったっていう出来事は今のところないですよ、ハトさん。ないんですよ、うんうん、ちょっと期待に添えられなくて本当に、ね、そのうちあったらねなんかご報告したいと思います。したいと思います。その時はねどっちか一人が多分ラジオ収録出てるんじゃない出る、ね、多分でこっちの可能性がある、もしかしたら YouTube でね どっちか一人の顔面がボコボコになってるとか、ね、殴り合いみたいな、あるかもしれない、一方的に殴られたっていう、うん、あるかもしれないです。はい、では続きまして、はい、メンヘラネーム夢をつかぽんさんより、はい、ありがとうございます。僕は現在結婚はしてないんですが、うん、結婚をしたら夫婦でしてみたいことがあります、うん、それは晩酌。晩酌、はい、美味しいお酒と美味しい魚の小鉢、うん、今日も一日お疲れ様と二人での語らいのひととき、うん、憧れるなとのことです。うん、夢をつかぽんさんすごいなんかあのロマンチストですね。つかぽんさんはねロマンチストだよね。もうゆ夢をつかぽんさん、うん、ロマンチストですね。つかぽんさん今日もね、北部看護学校一緒だったんですけども、昨日の晩は獅子座流星群を見に行ってきたとかって言ってね、うん、キラキラした目で話してらっしゃった。そうそうそう、うん、1個しか見れなかったみたいな話はしてた。そうね、してたね。あれですよ、ツイキャスも結構皆さんから来てますよ。あ、ぜひ読んでいただいて。じゃあ読みますね。お願いします。待ってくださいね、はい、ちょっと待ってくださいね、うんうん、一人で笑ってるけどすいません。ナルトラさん、はい、お疲れ様です。ようやく時間が合いました。 ありがとうございます。ありがとうございます。で埼玉の郷さん、テーマの夫婦、うん、うちは結婚して15年、付き合っていた期間も入れたら18年。ああ素晴らしい、うん、基本男が謝ったりすれば、うん、穏便にことは進みます。あ、もういい情報をありがとうございます。謝っ、なるほどね、うん、折れないとねやっぱりね、うん、そうですね、どっちかが、うん、で基本的には男の人が折れましょうと、それが、うん、長続きの秘訣というか穏便な結婚生活の秘訣ということなのかな。うん、で15年の先輩からのアドバイス。あ、もう18年よ、埼玉の子さん、まあね、ワイフと出会って18年。あ、素晴らしい。これは漢字だな、漢字が漢字だな、ちょっと漢字が読めなかった。ワイフと出会って18年、鍛錬を重ね酒が飲めるようになりました。あ、もともと飲めなかったんだ。ガチ喧嘩はしたことないなってよ、言い争いになりそうな時は僕から折れます。あ、でも本当にそれがね一番よ。健太さんも基本的には折れる方だから。あ、うん、私も折れる方なんですよ多分、ね、すぐごめんって言う、ね、言うんじゃない、うんうん、なんかごめんみたいな変な空気になったらとりあえずなんかごめんごめんごめん、今の違う って怒ったとか聞くもんね。怒った、で怒ってる、怒ってるっていや怒ってないよそうそうそう、でサッチーさんからも来てます。はい、サッチと旦那の陸海空は来年の猫の日で結婚して3年になるよ。猫の日ってちなみに 何日、何月何日、2月22日？あ、にゃんにゃんにゃんの日か。ああ、そっかそっか。かな。で、大きな喧嘩はないかなって。ああ、みんななんか夫婦円満で。ね、新婚さんだね。素晴らしい、素晴らしい。3年だからね。うん、3年過ぎた5年。まさしくいい夫婦の日にぴったりなエピソードじゃない？うん。うん、ロアさんからも来てます。はい、ロアさん。仲良しエピソード。うん。お風呂は基本一緒に入ってます、うん、あら仲良しいいね、仲良し休みはいつも一緒にお出かけしたりしますね。あら仲良し、あら仲良し、旦那といるのは気楽だし楽しいので、うん、平日とかはお互い時間
仕事とかであんまり一緒にいれないので寂しいです、うん、あら旦那さんのこと大好きじゃない、 ラブラブ、いいねいいねいいね、旦那さん羨ましいよ旦那さん、うんうんね、目指しましょうね、はい、ペーターさん、はい、喧嘩してるうちにメンタルパワーを使い果たしたりてんてんてん、そうそうそうなのよ、そう、うん、そうね、なんかね、うん、だから喧嘩するとねやっぱりちょっと本当にエネルギー使うんだよね、そうだよそうだよ、うん、エネルギー使うから喧嘩したくないね、どうなんね、うん、夫婦エピソード、沖縄大好きさん、はい、先月の同級生夫婦の結婚式に参加した僕、うん、新婚になった同級生夫婦2人は本当に仲が良くて、うん、2人で旅行に行くほど、うん、え、僕の方はですって、うん、僕は独身なので夫婦どころか彼女いないので探す旅に出ているところです、あー、そうなんだ、そうなのか、いい人出会えるよ、ね、沖縄大好きさんすごい、なんていうの、お話も面白いし、うん、なんかね、あのイベント、うん、それこそ FM ギノアンのね、うん、あのハロウィンイベントとかでは、うんうん、お手製でね、あのなんか衣装を作ったりね、作ってた、うん、見たよ、見ましたよ、必ず、あのいい人ができるよ、アニメ好きに悪いやついないし、ケンタさん曰くそうらしいです、うんうん、いいね、はい、それではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います、はい、よろしいですか、はい、はい、また続き後で読みましょうね、はい、本日紹介いたしますのは、はい、みんな知ってるかな、すすきほたる、うん、吉野かずら利権、 CV 花澤香菜、日野さとしさんで二人静かという曲です、どうぞお聴きください、はい、皆さん来てますか、皆さん来てますよ、はい、埼玉の郷さん、毎晩晩酌している、あー奥さんといいね、つかぽんさんなんかごめんって大丈夫、つかぽんさんはそう埼玉の郷さんを目指せばいいんだよ、そうそう埼玉の郷さんを目指して、うんうんうん、いいね、仲良し夫婦やっぱりいいね、うん、でこれはヤンキチさん、お二人さん、キャンチ、キャンチ、キャンチこんばんは、ご無沙汰しています、はい、お久しぶりです、ありがとうございます、お久しぶりです、いやいいね、なんかすごい今日いっぱい、ロアさんは、ロアさん、はい、私は結婚して再来年、再来月で、再来月な、再来月で4年になりますが、前にも話した通りそのうち3年は遠距離だったので、うん、はいはいはい、あの、あっち行ってたんだよね、石垣かどっか、ね、そうね、旦那の存在はありがたいので喧嘩になるようなことはしたくないと思って尽くしてます、ああ素晴らしいいいねいいね、尽くす尽くす、会えない時間が愛を育むんだ、なんかそんな歌じゃない、中の歌詞はそれで、ない時間歌ってますけど、ね、うん、愛育てたんだ、ね、愛育てたんだね、うん、沖縄大好きさん、うん、コメントに書かれてる仲良しエピソードにほっこりしてる自分、お続け続け沖縄大好きさんロアさん、そういえば遠距離中の時に、うん、旦那のラジオ絡みで離婚話になる大喧嘩は何度かありました、うん、嘘でしょ、ラジオ絡みで、だって離婚になる、離婚話になるって相当じゃない、ラジオでなんか余計な発言したのかな旦那さんが気をつけんとな、ペーターさん、はい、にゃんにゃんにゃん、2月22日、おお、コメント消えた、にゃんにゃんにゃんの日ね、あーごめんなさい、今押したらコメントが消えちゃった、でも戻ってきました、うん、沖縄大好きさんもありがとうございます、お二人が仲良くやっているおかげで今晩おころあと気軽にと気軽に挨拶できるようになりました、あーロアさんの番組で二人が仲良くやってるんじゃない、うん、なるほどね、おころあだからおころあだからこれはこれは埼玉の郷さん、あ、ご飯落ちですって、はい、ご飯行ってらっしゃい、あ、ご飯行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、夕飯でね、そう、なるほどなるほど、うん、分からないことがいっぱいだな、夏美ロアさん、ラジオ放送中に喧嘩してたの今となっては懐かしいです結構な放送中に喧嘩ってなかなか高度だと思うよいいね、沖縄大好きさん、お話面白い、アニメ好きに悪いやつはいない、あ、ありがとうございます、ケンタさんありがとうございますってで、いないいない、放送中にまさかの喧嘩、初耳、多分僕がミッドナイトオーコー聞き始める前かも、オーコーと
ロアネが喧嘩は想像がつかないっす。へー、アーカイブ残ってるかな YouTube に、ね、探してみようかな。ロアさん、遠距離の時は LINE 電話めっちゃつなげてました。15時間とか、すっげえ。ラブラブやんけ、すっごい、はい、いいね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、大丈夫ですか。あ、ヤン吉さん、うん、二人静香、昔 CCB の関口さんの曲で中森明菜さんが歌ってた曲かな。残念、あのアニメの曲なんですけども、アニメの曲なんだ、うん、二人静香、いろんな人がね、うん、同じようなタイトルで、同じタイトルで歌ってるのありますね。うんうん、はい、いいね。じゃあ戻りますよ。はい、はい、お聞きいただいてますのは、すすきほたる、吉野かずら、利権、CV、花澤香菜、日野聡さんで、二人静香でした。はい、はい、2010年に放送されたテレビアニメ、うん、乙女妖怪ザクロのエンディング曲として使用された楽曲でございます。うん、はい、はい、作品の時代背景を意識したちょっぴり懐かしい世界観で織りなされたラブソング。うん、はい、カラオケで歌うんですけどね、いつになったら夏美さんが女性パートを覚えてデュエットしてくれるかなって心待ちにしてるんですけど。あ、そうですね、夏美さん全然あの聞いていませんね今のところ。叩かれるよマジで。期待してるんだから。叩かれるよマジで。はい、ではエンディングに行きたいと思います。はい、はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、エンディングでございます。はい、本日はテーマ、トークテーマ、夫婦、はい、お話ししてきまして、うん、はい、ツイキャスの方でもロアさんだったり、埼玉の郷さんだったり、うん、はい、皆さんの夫婦の仲良しエピソードが聞けて、うん、なんか今日ね、一日朝から動いててね、ちょっと疲れてたんですけれども、そう、ちょっとラジオどうしようかなとか思ったりもしたんですけれども、うん、来てよかったね。来てよかった、うん、みんなのエピソード聞けてちょっと元気いただきました。ありがとうございました。ありがとうございます、うん、また来てるよ、いっぱい来てるよ、はい、サッチーさん、旦那の陸海空が、夫婦喧嘩は蜜の味だって言ってるみたいですよ。そういうこと、夫婦喧嘩したいのかな、したいのかな。そうね、サッチーさんたちのエピソードもね、 ありがとうございます。喧嘩して、うんうん、なんかほら雨降ってジーエンド、みたいな、いやジーエンドはおかしい。ジエンドしちゃもう完全に離婚みたいな感じだから、雨降って地固まる、あるじゃん。まあね、まあね、うん、なんかでも女性って喧嘩したがる節あるよね。なんかふっかける時あるよね、聞くよね、うん、うんうんうん、でも夏美は多分ふっかけませんよ。はい、ぜひそうしてください。うん、そう、はい、そうしましょうね。はい、なんか、あ、いいね、ロロ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 、はい、はい、いやいやいや、自分一人で読んで楽しんじゃった。ミッドナイト王国、確かミッドナイト王国アーカイブ残してなかったようなって。あ、本当。あ、そうなんだ。抹消したんだ。抹消した。ロアさんが、アーカイブはツイキャスのみですが、喧嘩会はツイキャスも非公開だったかもです。ああ、さすがにね。なるほど。お見苦しい点がありましたのでって。うん、そうかもね。もしかしたら、うんうんうん、あ、それとさ、ロアさん、うん、来てるよ。ロアさん。ラジオテーマあまり関係ないですが、はいはい、昨日の糸満肉フェス、うん、健太さんに似てる人がいると思って見たら、うん、横に夏美さんがいたので、うん、あーってなりましたって、声かけてよ。そうそうそう、声かけてよってね。そうそうそう、俺たちも言ってたんですよ。メタリカ、糸満の肉フェスに参加してたお笑い芸人のメタリカがね、うん、メタリカっていうコンビがいるんですけど、いるんですけど、クレさん、メタリカのクレさんね、クレさんが、夏美さんの高校の同級生で、そう、仲良しなんですよ、うん、同じ美術部にいたっていうね。そう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 、うん、それの関係で僕も仲良くさせてもらってて、うん、同い年だからね、うんうん、だから、 その関係でちょっと応援に、はい、急遽夏美が行きたいって言って、そうそうそう、行きたい行きたいってダダこねるから、予定を変更して、はいね、そうよね、行ってきたんよね、はい、楽しかった、寒かった、寒かった、途中でちょっとね、結
健太さんの腰がピークに達したんで腰のダメージが腰のダメージもあったし、その他の用事もあったしね、帰ったんですけどね。ああそうだったんだ。そうなんですよ、ロアさん高校の同級生なんですね、びっくり言ってきて、そうなんですよ。そうそう、もしよかったら今度紹介しますよでもロアさん、あのメタリカさんのライブもね、あのどこだったっけ、霧の大壺だったっけ、もう行ってるはずだ、行ってたんじゃないかな、確か、もしかしたらイベントなんか参加してなかったかな、参加してたと思う、だから仲良くしてあげてください。もう顔見知りかもね、一作さんとかとね、はい、まあ今度ぜひ見かけたら声かけていただけるかね、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、ではツイキャスありがとうございました。ツイキャスありがとうございました。はい、本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村なつみと中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。